はいどうも皆さんこんばんはということで、今日も頑張って動画の方やっていこうかなと思うんですけども、今回はですね、オープニング10回ぐらい噛んでますね大丈夫かなはい、ということで、今日の動画はですね、こちらの国産のさくらんぼの木をうちのハムスターにあげていこうかなと思います。いやー、この商品はね、前にチャームさんの通販で買った商品なんですけども、無添加無茶色無茶苦茶無添加無茶苦茶のさくらんぼの木ですね。さくらんぼの木ってさ、珍しくないですか？なんかあんまり僕ペットショップでさくらんぼはそんなに見たことがないような気がするんですけど、最近でも出てるのかな、どうなんですかね。なんかかっこいいねこの映像ということで、もっちゃんにあげていきましょう。いや、さくらんぼの木はですね、まあそんなになんか安全性どうなのって思うところはないと思うんですよね。なんか、普通にかじり木としてあげられる、ものだと思うんですけども、まああのね、本当にものによってはさ、タンニンっていうさ、ハムスターがあんまり体の中に入れてはいけないね、成分がある木材とかもあるんですけど、さくらんぼの木は大丈夫じゃないかなと、いうことでね。さあ、可愛くないいや、この時、まあ実は久しぶりにあげたんですよ、かじり木。最近はね、デカペレって言って、ものすごく硬い、大きいペレットを週に、まあ、1、2回とかあげてて、それで歯を削ってたんですけど、だからね、なんか心なしかちょっと、もっちゃんが嬉しそうでしたもん。なんかね、久しぶりのかじり木だーっていう感じでね、なんかちょっとテンション、ちょっと待って、これね、まあちょっととある企画で使ったおやつなんですけど、まあおやつ自体はハムスターじゃないですおやつ自体はね、バナナの無添加のおやつなんですけど、まあちょっととあることであげたんですよ。この撮影をするちょっと前にあげてて、この日はもっちゃん2本撮りで頑張ってくれたんですけど、なんか嬉しそうに駆け寄って言ってましたね。あ、バナナがあるみたいな自分で置いたのにねいやー、でもかじってるね。やっぱり時々こういうかじり木あげるのって大事なのかもしれないね。本人のさ、こうなんていうか、楽しみをね、なんて言えばいいんだろう、楽しみをさ作ってあげるためにあげるっていうのも大事かもしれないね。ストレス発散というか、暇つぶしというかね。なんか持ってきましたね今ね。何持ってきたんだろうね青かくず持ってきてますね嬉しそうに持ってきて、これで巣作ろうっつってあったかくしようっつって持ってきたんですね。ここからね、本当にね、ケナフの中に入ってね、ラッコかじりしてましたね。いや、かわいいねこの映像ね、本当にね。いやー、なんかこんなに夢中にかじり木かじってくれると思わなかったですよ。なんか中枝にしたからさ、ちょっと大きいねまあでも、もっちゃんはね、本当にアグレッシブにこういうものをかじる子なので、まあこのぐらいの太さの木でも、最終的にはガリガリになっちゃうと思うので、まあまあいいんじゃないでしょうかと思います。気に入るとね、すごいかじるんで、やばめちゃ可愛いなめちゃくちゃ可愛いな、どうしよう、ドキドキしちゃう楽しい、 いや、 やっぱり動物飼うのは楽しくないとね、ダメですから本当に。さあ、ここからカメラを上に仕掛けて、隠しカメラみたいな感じでずっと撮影してたんですけども、なんかこの後ね、もっちゃん実はね、一人で楽しそうにずっと過ごしてました。正直言います、かじり木もここからはかじりませんただですね、
めちゃくちゃ可愛いので、もしよかったらこのもっちゃんの素の感じも楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。だってさっきさ拾ってきたバナナ食べてるもんね。あ、バナナ食べようっつって、ね、なんかでっかい人間もいなくなったしっつって。プライベート空間ですね。プライベートでバナナ食べてるからもっちゃん、これも可愛かったのよ。だから本当はこういうところ別にかじり気の動画とはあんまり関係がないのでカットしてもよかったんですけど、すごい可愛かったのよ。あ、なんかもっちゃんってこういう風に過ごしてんだなって思えたのよね。思えたのよ本当に。いや、なんか嬉しそう、なんか幸せそうだね。いいね、あったかそうな布団の上でさ美味しいバナナ食べてね、なんか久しぶりにもらったかじり気もそばにあって、なんか充実してるじゃない生活が。いや、よかったですね。あ、そうそう、話そうと思ってたことがあってね、さくらんぼってじゃあハムスター食べれんのかなっていう話なんですけど、さくらんぼ、さくらんぼはね、実はね食べれます。うん、一応食べれるんですけど、これは絶対にね、絶対にっていうと、まあ、あれですけど、成熟したさくらんぼをあげないとダメですね。未成熟のものってね、なんかハムスターが食べるとあんまりよろしくない中毒を起こしちゃう成分が入ってるんですよ。すごい難しい名前ですよ。あのね、アミグダリンっていう成分とアミグダリンっていう成分自体は、まあそれ自体はなんかあんまりね、そのハムスターに無害らしいんですけど、そこにエムルシンっていう酵素が入ると、あのシアン化水素っていうものが発生しちゃうらしくて、難しいですよね。で、そのシアン化水素っていうのがハムスターが摂取しちゃうと、急性中毒みたいなものになってしまう可能性があるということなので、なんか必ず成熟したさくらんぼをあげるっていうのと、あとはまあ僕本当によく言ってるんですけど、皮とか種をちゃんと取って果肉の部分だけをあげるっていう形だったらハムスターも食べれるそうですね、さくらんぼね。まあだからね、そうやってあげる分にはいいんですけど、なんかじゃあ必ず必要かっていうと、あ、かわいい。どうなのかなっていう、あげてもあげなくてもいい、いいっちゃいい食材なのかなっていうふうにも思うしね。まあでもいい部分もあるだろうからね、たくさん栄養素とかも。まあ今回一応ちょっと注意点ということで、もっちゃんがさ、プライベートでさ楽しそうに過ごしてる時間があったからさ、ちょっと最後にお話ししてみました。ということで、本日も動画最後まで本当にご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ、ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。